それでは皆さんお待たせしました。共同の候補者、市民派の候補者、五十嵐仁市長候補者本人でございます。皆様に挨拶をさせていただきます。南大沢駅頭の皆さん、お買い物中、食事中の皆さん、ただいまご紹介いただきました五十嵐でございます。五十嵐仁でございます。いよいよ八王子市長選挙の投票日、あさってになりました。この市長選挙ではぜひ投票用紙に五十嵐仁とお書きくださいますよう改めてお願いしたいと思います。今ご紹介ありましたように現職市長と私との一騎打ち、現職の石森さんを選ぶのか、それともこの元法政大学教授政治学者五十嵐仁を選ぶのか、これが問われる選挙になっております。超党派で多くの政党、政治団体、そして市民、これらの方の支援を受けて市民と共に歩む五十嵐か、それとも公明党の応援を受けて自民と共に歩む現市長石森かが今度の選挙で問われております。市民か自民かの戦いでございます。ぜひ市民と共に歩むこの五十嵐、五十嵐仁を選んでいただきたいと思います。まさに選択の時、新しい八王子の街づくりに挑戦させていただきたいと思います。今回の選挙は地方選挙ではありますが、全国的な大きな意味を持っております。皆さんの関心も高く注目されている選挙になっております。それは戦争法と言われる安保法制、それを廃止するという大きなうねりの中で、今年夏参議院選挙が実施され、そしてその前哨戦という位置にこの市長選挙があるからでございます。同時にこの安倍首相の暴走を支えている腹心中の腹心、萩生田光一内閣官房副長官、この八王子から選出されております。そのようなタイミングでの選挙で、そのような八王子で安保法反対、安倍暴走政治ストップを掲げているこの私五十嵐仁が当選することになれば、全国的な大きな衝撃が走ることになるだろうと思います。衝撃を走らせようじゃありませんか。そうすれば日本の政治も日本の歴史も変わっていく、戦争は嫌だ、平和を守りたいという皆さんの明確な意思表示を、私五十嵐仁の当選によってきっぱりと示していただきたい。まずそのことをお願いしたいと思います。安倍政治を許さない、安保法の問題だけではありません。消費税を引き上げる、やめてもらいたい、そう考える方はぜひ私に一票。また日本の農業を守りたい、八王子の農業を守りたい、 TPP 環太平洋経済連携協定は困る、そのような方も私に一票。また原発再稼働、これによって放射能被害が事故によって生ずるかもしれない、子どもの健康を守りたい、そういう方も私にご支持いただきたいと思います。沖縄での米軍辺野古新基地建設です。大きな問題になっていますが、地元が反対しているじゃありませんか。地方自治にとっても重大な問題です。自治を守るという点から言っても、地元自治体の
意向を無視した強行には反対いたします。米軍基地の再編強化はこの八王子にとっても無縁ではありません。隣に横田基地があります。この横田基地、最近は最新鋭のステルス戦闘機 F-22 が新たに配備され、さらに将来オスプレイがやってくる。今でさえこの上空を米軍機が飛んでいきます。南大沢から長沼北の辺りを通って久保山町、そして横田基地、この騒音問題、皆さん頭を痛めております。私は騒音対策にもきちんと取り組む、そのような市長でありたい考えております。騒音は嫌だというその思いを何とかしてもらえない。米軍基地増強は反対する、その願いを私に託していただきたい、そう思います。ここ南大沢は私が30年前に初めて八王子に足を踏み入れた思い出の地であります。そしてまたあそこにある首都大学東京、東京都立大学という名前で目黒にあったときに、私は経済学部を卒業しております。首都大学東京は私の母校であります。我が青春の思い出の母校と、私が子育てを始め子育てを行ったこの思い出の懐かしい南大沢の地で皆さんに支持を訴えることになりました。下の娘が下野で生まれて、その後今長房で住んでおります。育児や子育て、あるいは介護も経験いたしました。保育園を移ることができずに出勤の途中に保育園に子供を預ける、そういう経験もしました。研究所に行きますから背広にネクタイ姿、そしてそのまま雨が降ったり雪が降ったりした時は傘を差し、2歳の娘を背中におぶい紐でおんぶし、そして年齢番天をくくりつけて、目白台の駅から京王線の電車に乗り込みました。皆さんぎょっとしたような顔をされておりましたけど、長沼の保育園まで預けに行って、そしてまた法政大学多摩キャンパスの職場に行くと、こういうことも経験いたしました。私どもは共稼ぎでありました。妻は法政大学の図書館に勤めている。このような共稼ぎでありながら、しかし子育てをちゃんとやって、そして職業生活を全うすることができました。保育園のおかげであります。子育てがいかに大切なものであるか、そして保育園いかにありがたいかはよく分かっております。保育園を重視する、子どもを病気から救うための新生児集中治療室も拠点病院に整備する、お母さんの子育てを支援いたします。そして教育予算を増やし、学校の図書室使用を増設増員して、きちんとした本好きの子ども、知識豊かに希望と夢を持って学び育っていくことができるような、そのような学校を実現したい、そう思っております。娘が横山第一小学校から横山中学に進学し、給食なくなってしまいました。今はデリバリー方式でやられているようですけれども、しかし冷たい、おいしくない、これを温かくておいしい給食に変えていきたい、そう思っております。また介護についても14年8ヶ月私の妻の母親の介護に従事いたしました。いかに介護という制度がありがたいものであるか、そしてそこで働く人たちどのような状況であり、そしてこのシステムどれほど重要であるか、高齢者福祉の実情についてもよく分かっております。高齢者の方が不安を感じることなく
いつまでもこの八王子で暮らし続けたい、生涯を全うしたい、次の住処は八王子だと、そう言っていただけるような街づくり挑戦したいと思っております。15年近くの間介護をしながら、私も妻も仕事を継げることができました。まさに高齢者福祉公的な介護システムのおかげであります。私は母の声が聞こえる、このような介護のサポート支援システムをもっと充実してほしいという、その声が聞こえます。長生きしたことが素直に喜べないような、そのような町であってはならない。長寿であることを本人もすまないなどと思わず、周りの人も支えている方々も素直に喜び祝い合えるような町にしたい、そう思っております。開発から福祉教育へ転換しなければなりません。箱物行政では人を救えません。今日の東京新聞、中心市街地活性化の問題が出ておりました。石森さんはマルベリーブリッジを延長したい、東急スケアまで伸ばす、こういうことを書いております。駅前の観光案内所を整備する、観光案内所の整備やマルベリーブリッジの延長、この南大沢に住んでいる人々にとってどのような意味があるというのでしょうか。中心市街地だけではなく、すべての町の、すべての八王子の地域が活性化しなければなりません。石森さんの町づくりは八王子駅北口周辺だけに限られております。半径50メートルの町づくりだ、そう言わなければなりません。すべての市民が、すべての皆さんが命、暮らし、福祉、営業、安心できるような形で住み続けられるような町にしなければならない。そのためには開発行政転換しなければなりません。どうしてそれがずっと続いてきたのか。それは石森さんの背後にいる黒幕建設、これが大きな力を持つしがらみの姿勢が続いてきたからです。転換しなければなりません。今までの市長が今までと同じようなやり方をやっていたのでは、今までと同じような結果しかもたらされません。転換の時です。選択の時です。新しい八王子に向けて歩みを始めようではありませんか。市民の声を聞き、市民と共に、市民に開かれた新しい町を、対話と共同の力で皆さんと共に作り上げていきたい、そう思っております。大学の知恵力を借り、学術文化その香り漂う緑の学園都市に八王子を変えていきたい、そう思っております。生まれてきてよかった、いつまでも住み続けていきたい、ついの住処は八王子、そう言っていただけるような街づくりに向けて、どうか今度の日曜日1月24日投票に足を運んでください。皆さんが投票すれば八王子は変わります。八王子を変えることができます。私と一緒に八王子を、この町を変えていきましょう。皆さんの絶大なるご支援、ご支持をお願いいたしました。当地での訴えに変えさせていただきます。ご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。五十嵐仁さんでした。ありがとうございました。皆さん、ただいまから五十嵐仁さん、皆さんのもとに挨拶に回らせていただきます。五十嵐仁、五十嵐仁、皆様どうかどうか、あと2日なんです、2日なんです。一騎打ち、今五十嵐仁必死に相手を追い詰めています。接戦になっております。皆様、このご支援ご支持の輪をさらに広げてください。
できることは何でもやってください。メール、電話、口コミ、チラシ巻き、何でもいいです。今変えなければいけないんです。今が変わる時のチャンスです。こんな選挙に行ってください、投票に行ってください。どうしてこんな選挙管理委員会みたいなことを言ってるのかと言いますと、参議院に一人しか投票に行ってないからなんです。投票に行かなければ何も変わらないんです。変えるなら五十嵐仁、変えるなら五十嵐仁、絶対に